皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。5月23日にインスタグラムにて、4年ぶりの顔出し、押した俳優の清原翔写真中央、が、2日までにインスタグラムを更新。自身の金鋭を披露し、ファンから喜びの声が多数寄せられた。2020年6月、 感染精神内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。2023年と2024年の誕生日にインスタグラムで近況を報告していた清原だが、 手術後に顔出しはしていなかった。そんな中、5月23日に30オーバーでヒゲ解禁と友人と笑顔を見せる写真を投稿。突然の顔出しにファンからは驚きと安心の声が殺到した。そして5月25日にもインスタグラムを更新。写真なしで4年ぶりの顔出し投稿で驚かせてしまってすみませんと謝罪した上で、 日々皆さんには勇気と元気をもらえてます。だから僕は日々元気にリハビリ頑張れています。ありがとうございます。と感謝。7月12日には、森屋また来てくれましたと明かし、車椅子に乗った髭姿の自身と、清原と同様メンズノンの、周永社、専属モデルの森屋工事の2ショットを公開。今月6日には、 森屋と三宅良介と一緒に屋外で花火を鑑賞する写真を投稿していた。今回は、モーガン三宅中ちゃん森屋ホラちゃん来てくれた。と綴り、森屋と三宅に加え、モデルのモーガンクロード、中田圭介らと共に映る姿を披露。清原も含め、皆明るい笑顔を見せている。そんな投稿にファンからは、 みんなに囲まれてニコニコな清原くんを見ていると私も元気になれます。あまりにもいい写真すぎてしばらく眺めちゃった。心が温かくなるね。まだまだ暑いので、体調に気をつけてお過ごしくださいね、などの声が寄せられた。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、 さようなら。